ドアの長板の取り付けについてご紹介します。縦枠から軸芯のついている長板を取り外します。ドア本体についている固定ネジを外します。カバーを外してドアに長板を取り付けてください。ドアの上下、長板の左右上下を間違わないように注意してください。取り付け後、カバーをもう一度はめ込みます。